ガッパレに、なんとか突きを作り出し、ルリアに力を吸収してもらう。ムズバが呼びかけてる間は迎撃するしかなさそうだな。気をつけろよ。レギンネイブ。 この子の力は普通じゃない。どういうこと？わからないわ。
でもこの秘密の気配決める、バーストゲイル。みんな本気で行く。これもみんな全力で行け。いい調子、負けられない。いい調子、捕まえられない。そのまま行く。任せたよ。これみんな、今がチャンスだ。はい。それ、これでどりゃ。これならいける。任せるわ。いい調子。私たちはあなたを壊したりなんてしないから。よし、なんとかなりそうだな。あの敵、危険だわ。無理は禁物。まさか。よし、行こう。いい調子、逃がさない。いい調子。私に任せてください。もう大丈夫だから。ありがとう。これで一件落着ね。そうやな、早く戻って便利屋の兄ちゃんにも教えてやろうぜ。おい待て、あの船なんだ。赤い気球艇か。随分と目立つ塗装だな。
精進は吸収されていく。でもこれはルリアちゃんの力とは別に。ルリア、大丈夫か？あれは、私じゃ、私は何も。何？この人たち。救助隊ってわけじゃなさそうだな。奴らもなかなかやるようだ。勘違いなさらぬよう、今日の役目はお出迎えですわ。貴殿らは？お待ちしておりましたわ、旧姓の巫女様。さあ、私たちと共に参りましょう。いや、離してください。ルリアに何をする？どういうつもりだ？ほう、ここは俺が。ああ、まあいいけどよ。90秒で済ませ。なんだあの野郎、なんか変な感じがする。様子を見る。さあ、はっさっ咲かせるわ。さあ、外れ。どうぞ。終わりだ。甘いな。攻め時かしら。捕まえてください。終わりだ。ところで、終わりだ。あと一人。くらえ。旧姓の巫女よ、私たちはあなたを歓迎します。え、私ですか？ あなたはまるでカトに伝わるスレノディの青い蝶。ああ、同情します。このような仕打ちを受け戸惑っているのですが。お前ら一体何なんだよ。何が目的なんだ。これは失礼。私は名をリリス、星旅の室アビアの王様、理想郷イスタルシアへ至る道を開くため活動しているものです。理想
東京？それってオイラたちが目指してる星の島イスタルシアのことかよ。おお、なんと私たちと同じ目的を。それであれば話は早い。この出会い、あなたたちにとっても良好でした。あとは任せていただきましょう。さあ、救世の巫女、これからは私たちと共に星神様のもとを巡礼し、イスタルシアへ至る道を開くのです。待ちやがれ！さっきから何勝手なこと言ってんだ！この野郎！いい。帰りましょう。カタリナ！ルリア！へらってる場合じゃねえってのに。やだよ、ルリア。離してください。嫌です。闇の炎の子、ナンジの名は。お前はふさわしくない。